ギショギュータンさん、ミーさん、ゴルダル、ありがとう。一応19時半に予約入れてみたよ。ただいま。割と、いける、見れる。ミーさん、ネギショギュータンさん、ありがとう、ゴルダル。見れるもんな、これって。お、400回も見てくれてありがとうございます。めっちゃ見ちゃうよ。ただいま。なべなべ社長、ゴルハート、ありがとう。私はあなたにはなれない、なれない。ルル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 ル。この歌ってあっちをこれで面白い、合ってないかも。にゃん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 。ルルルルルルル。夜ご飯何をする？え、夜ご飯私アボカド食べたよ。アボカド、アボカドが入ってた。アボカドにしなよ。アボカド好き？でもアボカド味がなくて、そりゃそうかってなった。スノーサム、ありがとう。ゴルダル、アツシさん、ハート、なべなべ主張、ありがとう。夜ご飯何食べるの？え、みんなありがとう。再登場。再配信、再来。本当に森のバターだった、アボカド食べた時。あ、そっか、森のバターかーってなったよ。再配信。あ、でもそっか、地域的に。じゃあ、いや、アボカドしか。予約わかった、ありがとう。予約ありがとう、こちらこそありがとう。ヤッホン、ミキヤくん、ゴルダル、ありがとう。ヤッホン。アボカドの食べ方はね、そう、サラダみたいな感じのやつに入ってたんだけど、アボカドがね、最初はそのサラダも味ついてるだろうとか思ってて、けど一応なんかドレッシング買ってたんだけど、結局味ついてなくって、ドレッシングかけたから、生でなんかかけた方が美味しい。でもなんかさ、スノー、ありがとう。昔はポン酢とかかけたら美味しかったから、ポン酢いっぱいかけて食べてた。アボカド、こんばんは。アボカド、私の充電器アボカドだよ。アボカドって可愛いよね、なんか。ミキヤくん、ありがとう、ゴルダル。え、ハンバーガーに挟むとか天才じゃない？サンドイッチとかあるよね、サブウェイに。エビアボカドってうまいよね。おごうさん、ありがとう。ハート、うん、さっぱりうまい。酸味うめえ。チコバナナアボ、トゥ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 フー、トゥ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 フー、メロン、ピーチ、オレンジ。あやとくん、ゴルダル、ありがとう。なべさん、ゴルダル、ありがとう。わらびもちさん、ゴルダル、ありがとう。ジャガさん、ゴルダル、ありがとう。キヤくん、ゴルダル、ありがとう。ツツ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 、キウイ、ピーチ、オレンジ、メロン、ピーチ、オレンジ、ツツ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 、あーツツツツツツ、ねねねねねね、アボカド。この二つのあれがわかんない、果物が。サム、スノー、ありがとう。目と目があって、ピンとしたのよ。スノー、サム、優勝、ありがとう。優勝してた？
チェルさんゴルダラありがとう。でもあの衣装可愛くて着てみたい、白いモコモコ。ね、てかおしゃれカンパニーさん48グループの衣装ってやっぱめっちゃ可愛いよね。コバさんゴルダラありがとう。ほんま MST のそのアウフヘーベンさんもうめっちゃ好き。今衣装担当してくださってる宇佐美さんって方とかのツイートとかインスタとかみんな目によく目にすると思うけど、卒コンのドレスとかデザインしてくださってる方、デザイン制作、ヒヒさんゴルダル、カバさんゴルダルありがとう。し、行きここから2023年の制服もあのそう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 、ハリーさんゴルダルありがとう、ミキヤくんハート、タイピーエンさんありがとうゴルダル。そう可愛い上にめっちゃ機能的、そうなんよ。トリガーさんゴルダルありがとう。そう新衣装、その愛の重さの衣装とかめっちゃ可愛いやん。あれもアウヘーベンやし、アウヘーベンさんやし、ベンがもうさんみたいな感じで喋っちゃった。アウヘーベンさんだしとか、10枚目の君は何を後悔するのかもアフヘイベンさん、かわいい。え、わかる、リカちゃん人形もさ、なんか衣装さんがさ、リカちゃん人形にその同じあの生地で衣装作ってあげてるんだけど、めっちゃかわいい。あれスノーゴルダルありがとう。私はあなたにはなれない、なれない。チェリーさんハートありがとう。うん、にゃん、うん、ミキヤくんもありがとう。飲み方おじさん、なんで何がおじさんだった。パリーさんゴルダルありがとう。アイコ好き、アイコさんの歌好き。カブトムシでもさ、そうカブトムシしか知らん。ゼンムシラスさん、え、ありがとうゴルダル。リカ子ちゃんハートありがとう。パリーさんゴルダルありがとう。嘘やんかーつった、無意識かもしらん、声がおじさんだったよ無意識。ハルルンさんバラありがとう。てかさ、次みんなに会えるのは香川と愛媛、やばくないか、公演がいっぱいで嬉しい。香川来る人いる。ハルルンさんバラありがとう。山口も来てや、香川愛媛行く、さすが。山口はひらっちさんありがとう。はるるんさんありがとう。え、絶対うどん食べる。え、差し入れでうどん来そうじゃない。差し入れというかケータリング、なんつったらいいんだろう。私はあなたにはなれない。あ、いいじゃんいいじゃん、なれない。これだらありがとう。ジェリーさんありがとう。ね、観光大使の皆さんにぜひともうどんちゃんのうどんのお店行きたい。ジェリーさん、あーさん、ミキヤありがとう。んー、アントン、アント
ントンって何？うどんってこと？確かにでもワンタンみたいなもんやもんね、海外で言ったら。うどんとラーメンとそばとそうめんと中華そばとあと何がある？担々麺とか。え、でも麺の種類ってむずいな。麺は、あ、パスタパスタパスタ。麺は太麺と細麺どっちが好き？ラーメン。私は昔、リカコちゃんハートありがとう、細麺が好きだったんだよ。細くてまっすぐな麺が好きだったんだけど、最近太い麺の美味しさも分かるようになった。なんかわしわし麺、縮れた麺とかもうなんかスープとよく絡んで美味しいんだなって学んだよ。リカコちゃんハートありがとう。ハルルンさん、ゴルダル、ナラさん、ジョン・ホッキムさん、ありがとう。うどん香川どのお店がおすすめかな。リカコちゃんありがとう。そのポジティブすぎるね変換。あるよ。何だったかな。奈良さん、でも近くじゃないかも会場の。ありがとうみんな。ゴルダル食べたことがあるところがねあるんだよ。どこだっけ。岡仙さん美味しかったね。岡に泉、岡仙。そば好きだよ私、結構そば食べるかも。あとはロケで食べて美味しかったの多分だけど、竹泉、竹と泉。はい、マジ頑張って。それは食べてほしい。でもめっちゃ美味しかった。岡仙は行ったことある、プライベートで旅行に行った時。バリーさんありがとう。ゴルダル、フォーユーさんもゴルダルありがとう。岡仙さんは本当に、あ、更新したらみんなに通知行く。マジ、どうやって。これ何、これ、これ更新した、更新できた。フォーユーさん、バリーさん、ゴルダルありがとう。行く行く行く、どう。あ、坂江さんもあれか。お、行った？通知行った？何これ、合ってる。メリケン屋行ってない。山さん、ゴルダルありがとう。私の今の配信状況はどうなっちゃう。何時から配信中とか出ちゃう。18時39。でもさ、メリケン屋さんね、食べたことあったよ。釜揚げうどん永田。盛り上がり度ゼロになるのは辛い。まあ、通知行かなくてもいいかな。来る人は来てくれるはずだし、わかんないわかんない。なんかいつもと違う人たちが見ててもいい気がする。なんて言ったらいいんだろう。いつも欠かさず見てくださってる方がいたらもうめっちゃ落ち込むかもしれないけど、まあそういう日があってもいいよね。ミキヤくんありがとう。ハート、釜揚げうどん永田イン。え、マジでここはもうめっちゃ大きいの。その
釜揚げうどん、めっちゃ大きいのだからちょっと少ないのがいいか。みきやくんハートありがとう。山越えうどん、あーでも行ったことあるような気がする。わかんない。以前香川のロケでめちゃめちゃうどん食べたんよ。でもね、そう、もう1日で6店舗とか行ったんだよ。すごくない？もう胃袋が張り裂けるって思いながらうどん食べたもん。うどんの他にもいっぱい食べたよ。クレープとか釜飯とかお雑煮とかも。そう、香川のお雑煮はあんころ餅やけね、白味噌で。そう、そんなもんかな。アッキーさんゴルダルとかありがとう。そう、めっちゃもうお腹がいっぱいだよってなりながら食べた。竹清さんかな、竹清さん、ここ行きましたね。あ、ここも食べた。松下さんもいただきましたね。ほいほいさんハートありがとう。今思えばさ、もう絶対こんな、こんな気持ち、その経験できないよっていうようなこともさせていただけて嬉しかったな。あと香川はおでんも有名だから。みきやくんハートマリコレザルありがとう。300回も見に来てくれてありがとう。わー、全部美味しそうだから全部食べていいよ。あ、確かに香川で宿泊するとき大体ホテルの朝食には必ずうどんあるよ。私は あ骨付き鳥とかめっちゃ美味しい。ベニちゃんハートありがとう。やっぱでも岡仙さんかな。でもめっちゃ並ぶね。ベニちゃんありがとう。そう、クロちゃんさんとツーショット撮ったよ。撮っていただいて嬉しかった。丸亀市行ったらとにかく、そう、一角ってとこの骨付き鳥うまうまでした。とにかく丸亀市のうどんはいっぱい、あ、純手打ちうどんよしやもう行ったことありますね。うまうまでした。ここもつるつる、うわ、うー、マジで。釜揚げうどんね、釜揚げうどん、どのうどん屋さんもねいいです。でも私はここっていうところ一つゲットしたい。いいな、メンタニさん、最高だよね絶対。うわー美味しそう。首が前に出てる。うどんが食べたすぎて。甘味うどん。山崎パンさん、さとしさん、バリーさん、ゴルダルありがとう。ありがとう。私はあなたには慣れない慣れない。カレーうどん幸せになって、わかる。セルフうどんの店行くと天ぷら取りすぎちゃう。めっちゃわかる。後悔するほどさ食べるよね、取っちゃうよね、食べらんないってぐらい。しかもうどんもさ、少ないかもとか思いながらもさ割とちょうどいいんだよね。なんなんあの現象ね。
なんであんな、ヤマトさんありがとう。なんでな、不思議すぎる。カーツ大佐ゴルダルありがとう。私、うん、そう丸亀製麺も好き。でもあんまりうどんはお家でよく食べてたので、うどん屋さんとかあんまり経験がないんですよね。みきやくんありがとう。丸亀製麺のうどんは冷やかけとかがおすすめかな。あー、うーん、普通のやつ。あ、でも私は、え、でも今は冷たいのが美味しいだろうね。どうだろう、その日によるかもだけど、あったかいの好きだし、冷たいのも美味しいしね。え、ゆうゆうゆうさんありがとう。しかも天ぷらってめっちゃ美味しそうやん。お、すごい、お話し会とかさ申し込んでくださりありがとう。チキもよろしくね。申し込んだ。1233ありがとう。タコ、あー、スケさんうどん食べたことない、わかんない。山口のうどんはね、うどんとな、どんどんうどん、どんどんうどんがあれされてたよ。冷たいの食べたいよ。何の天ぷらが好きかな。さつまいも、さつまいも。うどんに合うならかしわ。そう、もう県民賞でやってたような、どんどんうどん。そう、回転早いんだ、すごい。楽な姿勢を探す。急にどっと疲労感が、19時53分。リノラフィーさんありがとう。あー、ちくわイカいいね。ねえねえ、これ食べたい今。お、お話し会よろしく。欲しいね、これもらったの、マルルから。優しい、食べたい、お腹空いた。リノラフィーさん、コウキチさん、ありがとうね。ドって書いてる、近すぎて。ありがとう。食べる。スノー、ありがとう。うわ、めっちゃ美味しそう。私さ、平たい干し芋も好きなんだよね。てか平たい干し芋が大好き。あ、うま。いただきます。すごい、あ、干し芋、芋なのこれ。何これ。幸せ。ゆうぺんありがとう。しばさん、バリーさんありがとう。みきやくんもありがとう。うん、お札系ってうまいよね。うん、感動する。バリーさん、うま、ありがとう。
これも飲みたいんだけどさ、ストローがないの。こうやってさ、ここで穴開けてチューって飲んでもいい？ハルルンさん、うん、晩飯かな、わかんない、おやつ、夜食。ハルルンさん、カラスさん、ありがとう。もう夜ご飯食べた、おやつ。なんでないかわかんないの、なくなっちゃったの。ストロー持ってませんか。ではいただきます。ちょっと困りますな。うまー。大丈夫？斬新すぎるかも。豪快。コップあるけどさ、めんどくさいじゃん。バリーさん、ゴルダラありがとう。ケネスさん、マサツグさん、ありがとう。ちょっとめんどくさがり屋で。ドラ焼きさん、ゴルダラありがとう。うまさん、ありがとう。うん、日記帰る。でもコップにさ入れるのめんどいじゃん。ん？デザートにヨーグルト食べてる？最高じゃん。仲間だね。ヨーグルト。ぶんちゃん、ゴルダル。アリさん、ゴルダル。ゆいちささん、ハート、ありがとう。徳川金次郎さん、ありがとう、ハート。行くよ行くよ。見えてた？めっちゃ恥ずかしいんだけど。普通に見えてた？もしかして私さ、画面から全然背けられてるって思ってたんだけど。で、見えてた？嘘やん！画面外でやってたと思ったんだけど。苦しい。恥ずかしいじゃん、そんなことしてるなんて。ねえ、めっちゃ恥ずかしいんだけど。見なかったことにして。じゃあ本当に画面外でするよ。行く？うん、画面外出てきた。うん、ミキヤ君、ラストアンサーもやるよ、ありがとう。レーベンさん、ありがとう。
こぼしまくりだって。やらかした案件でした。坂田清水さんありがとう。音やばかった、絞り音が。いただきます。アミタンさん、ホイホイさん、ゴルダルありがとう。ルームのフォローありがとうございます。うれしい。うまうまうま、本当に美味しい。プロテインも大好きだし、てかなんかジュースみたいだから好き。干し芋はもちもちしてるのと焼き芋が好きだのとうまいから好き。ハート。猿渡り国光さん、ゴルダルありがとう。うん、激こぼれて。あ、どうするん、髪の毛についちゃった。自業自得。最後最後、まだ残ってるのに。浦部さん、アムトンさん、ゴルダルありがとう。ねえ、どうしたらいいの。じゃあ違う方法、こっちで飲んでみる。噛みちぎろうかなとか思ったけど、ハサミ持ってないんだよね。頑張ってここから開けようとしてる。勢いよく絞ったらいけるんよ。勢いよく絞って飲めばいけるんよ。肝炎。肝炎です。高海大熊さん、 B ショッパンさん、ありがとう。ふう、飲めました。なんとかなった。じゃあ ラスト。食べられません。いただきます。かわいかったよ。うん、コップめんどいじゃん。
マサさんありがとう、ハート、うまい、マジで幸せ、今が一番、今日生きてきた中で結構一番幸せかも。夜逃げメタルさんありがとう、ハルルさんお茶、石さんかわいい、ありがとう、うん、美味しかった、ヤミーヤミーでした、もうなくなっちゃった、でもねまだね2袋あるの、嬉しい、うん、なんでお芋ってこんな美味しいんかね、まいう、やっぱ芋とヨーグルトしか勝たんな、ヨーグルトいっぱい買ってるけど、ヨーグルトいっぱい、でもさヨーグルト屋さんがさあるんだってこの世には、グリークヨーグルトって名前のところなんだけど、どこにあるかは知らないんだけど美味しいらしいよ、ハヤトさんありがとう、カズさんお疲れ、ありがとう、ねえねえ今からさあかりちゃんさんに LINE していい、カズさんお疲れ、ありがとう、あかりちゃんさんに LINE する、照り焼きチキン最高、え？本当？私に食生活つられまくりじゃん、ムービングさん、リノルフィーさん、ロータリーエンジンくん様ありがとう、リノルフィーさん、ミキヨくん、え？バリーさん、ゴルドル、ありがとう、人生をコンジさん、ジェリーさんありがとう、リサーチャーさんもありがとゆうなぎさん、ゴルダルありがとう、
さつまいもヨーグルトは絶対に美味しくない絶対に美味しくないよ。さつまいもとヨーグルトは絶対一緒にしちゃダメだと思う。人生方向さん、ジェリーさん、リサーチャーさん、ありがとう。今あかりちゃんさんに送った。こうたさん、まこやんさん、はやとさん、ありがとう。絶対お芋と乳製品は基本私は一緒に食べちゃダメって思ってますなぜかというと、わかんない、さつまいもの良さが消えちゃうの。なんかさつまいものソフトクリームもでバニラアイスにのそのソフトクリームのとこにさつまいもが乗ってたらいいけど、さつまいも味の乳製品って、リドロフィーさん毎日ハヤトさんありがとう。なんでなんだろうね。え、そうそうそう、ヨーグルトは特に酸味があるから消えそう。うん、別々に食べたいものの上位に確実にランクインしてる。さつまいもラテもあんまりね、私は。そうそうでしたね。さつまいもフラペチーノとかもう乳製品と合わない気がする。フォーユーさん、みきゃくん、ありがとう。 LINE します。ミキヤくん、フォーユーさん、ありがとう。オリちゃん、トムトムさん、ありがとう。え、そう、なんか自販機のさつまいもオレ、私も飲んだことあるんだけど、あれってなったの。やっぱさつまいもってさつまいもの素材が一番美味しいんだよね。加工したら、飲み物、乳製品と一緒に加工物になったら違うんよ。なんでなんだと思う？トムトムさん、オリちゃんち、ハヤトさん、ケンメイさん、ありがとう。いやー、ひなさん、ラブー。マリさん、ありがとう。ハート、アムトンさん、ケンメイさん、ハイト君、アムトンさん、トムトムさん、オリちゃんち、ひなさんから連絡来た。今ね、いっぱいいろんな人と連絡してる。ドヤドヤ顔じゃないよ。カズさん、ありがとう。あれ、ハートありがとう。いいでしょう。ふははははは。
ヨーグルト Four Seasons? ない。なにそれ、お店ヨーグルト式、ヨーグルト式、劇団式みたいだね。カズさんハートありがとう。ヨーグルト式なんだろう、初めてね、思ったよね。サンパチさんありがとう。回復ポテさんハートありがとう。ねえねえ、ちょっとひなさんに LINE 返す。聞いてくださってて死にそう。今ちょっとひなさんと連絡するね。優しい。ミキヤくん、ハヤトさん、ありがとう。ひなさん、もう幸せだよ。ひなさん、ひなさんとお話ができるかな。カズさん、とうとうありがとう。ひなさん、いいだろう。幸せな気持ちです、みんなはどうですか。みんな待ってくれてありがとうね。平成天狗さん、ゴルダラありがとう。私はもうなんかプロテインとさつまいものあれでお腹がいっぱいで苦しい。平成天狗さんありがとう。永遠の師匠だよ、もう本当に大師匠。ムービックス、ありがとう、これ誰。え、お腹いっぱい。めっちゃ苦しい。
まだ2個ある。でもさ、これまるで干し芋って書いてるんだけどさ、干し芋じゃないってこと？何？平成天のさ、ムービー、ありがとう。干し芋じゃないってことなのかな。ここに保管。まるで干し芋、さつまいも加工品、さつまいも紅はるかって書いてるけどさ、さつまいもやん。あっ、待って待って、めっちゃいい意味やんこれ。みんな聞いて、まるで干し芋、見た目が悪いとだけで捨てられているお芋の美味しいところが詰まった皮と身の間の部分を細かく砕いて2度の加熱をして再成形することで糖度が増して皮の渋みと相まって上品な後引く甘さに。干し芋をもっと手軽にどこでも食べてほしくて一口サイズの小分けにしました。だそうです。へー、すごいね。栄養も取れるよって。池様ありがとう。めっちゃ感動的ね。いいじゃん、フードロスも削減しつつ美味しいよってことか。やるやん、やるやん。勇者さんありがとう、花束とバラ。ウッポさんゴルダルありがとう。うん、だってめっちゃ美味しかったもん。ウッポさんゴルダルありがとう。フードロスやっぱさすがですね。やっぱ干し芋しか勝たん。しかも平べったい干し芋が一番好き。なんかスティック状の干し芋って硬い気がする。なんでか分からんけど。うららやはやはちゃお、うらららうら、わいわいちょれり、わらわわいわいとらちろ。なんかね、初見じゃないでしょ。うずいも買う。しかもさ、うずいもの季節なんじゃない？え？季節じゃない？うずいもってさ、そう、うずいもっていうお菓子がめっちゃ好きなんだけどさ、さつまいもがめっちゃ美味しいんだけど、うずいも、なんかさつまいものあるんだけど、なんか砂糖がけに干してあるやつみたいな、干し芋の砂糖がけみたいな、あれめっちゃ美味しいんだけど、え、でもさ、あれ本当初め食べた時本当感動でびっくりした。え、あれってさ、夏売ってないよね。え、ねえ、せめて本当売っててほしい。ハヤトさんありがとう。ハート徳島でツアー行く時は、え、朝配信がなかったから一日中調子上がらなかった。え、大丈夫そう、やばいじゃん、生きてた。イキヤくんハートありがとう。でもさ、朝配信5時半とかだったよ、多分5時とか。さすがにみんなきついよ絶対。ほんと？え、絶対食べる、絶対に食べる。ボテさんゴルダルありがとう。私の顔見て全開放して。涙袋強調。涙袋とクマって紙一重らしいよ。やだー、たるみじゃない。涙袋とクマじゃなくたるみじゃない。え、涙袋がクマに見えることってある？これ、コンコンゴルダルありがとう。カズさんかわいい、ありがとう。フリマルおバカさん、コンコンゴルダルありがとう。そりゃさすがにないでしょ。ほら、この黒いのがクマじゃん。
わかる。これは何？これがクマだってらしいよ。だからなんかレタッチ、なんか公式のなんだろう、つるんとした写真は涙袋がなくなるんだって影が。鍋さんありがとうハート、ムムさんゴルダル、ハヤトさんハートありがとう。なわけなくね。涙袋って絶対あった方が可愛いよね。いくよ、これとこれムムさんありがとう。え、ね、どっちが可愛いと思う？涙袋って絶対あった方が可愛いよね。いくよ、これね、これ対これ、どっちが可愛い？え、ある方でしょ、ありの方がいいでしょ。これよ、ほら同じ顔してんのに全然違くない？急に変なにこれ、ほら全然違う。やっぱ涙袋ってあった方がいいよ。え、全然違う。なにこれ、なにこれ、ウケる、ハッシュタグなにこれ、なにこれこのさ、この顔がいけんね、変顔みたいになっちゃったハルルンさん可愛い、ありがとう。うん、立体感、やっぱ顔の立体感って大事だね。クボズンさん、トムトムさん、ゴルドラありがとう。トラチロ、私も涙袋がね、チャームポイント。ハヤトさん、ゴルドラありがとう。ほんとインスタのストーリーに何これ案件です。小粒だから私の目が小さいってひどい。今からお前のことブロックしてやろうか悪い悪い悪いやつや。ハヤトさん、ゴルダルありがとう。これからはもう思ったこととかはもう上から目線で言おうかなって思う。思ったことはもう、あ、小粒なお顔ってことね。あー、了解了解、よかった、聞いて、目が小粒って言ってるのかと思ったから、うんごめんね、喧嘩ふっかけてコブコブさんね、そうさん、おっとっと、なおさん、これからありがとう。そう、ブラックリコも出していこうと思って、自分を守るためにはやっぱりブラックを出さないといけないの。キュアブラック、そう、キュアホワイトとキュアブラックだったらやっぱキュアブラックで戦っていこうと思って、うん、プラスに受け取れないよ。だからいろんな、でもさ、コメントとかもみんなはさ多分教育されるべきだからさ、コメントの感動するな感動じゃねえ、マジ。キュアホワイト派、え、わかる、私もキュアホワイトに憧れてた。はぁ、原子レベル H
炭素そんなことはねえ。そうやっぱみんなのコメントはそうあの いつもスルーしてるけど嫌だなって思うコメントとかでも教育していこうかなと思って自体確かにうち自体怒られる方が好き？はあ？怒られて喜んでんじゃねえよ。みきやくんハートありがとう。こちとら真剣に怒ってんだから。おっとっとさん、シアチューさん、ゴルダラありがとう。貴重配信。え？B ショッパーさん、シアチューさんありがとうです。教育されたくないでござる。タコ。このタコ。悪口じゃんそんなん。いや教育する、教育されたい派か。素直でよろしい。黒髪ロング最高、いいね。え、誕生日にリコさんに会えて幸せです。お誕生日フさん、お誕生日おめでとうフさん、おたおめー。え、いいじゃん、いいじゃん。岩尾さんハートありがとう。5月5日子供の日おめでとう。いいお誕生日になりますように、いい1年になりますように。岩尾さん DJ さんありがとう。そう言わないとね、そうみんなわかんないから。もうさ、ほんとなんでこの世の人間ってみんなさ、いやわかる人はめっちゃわかるけどさ、わからない人ってめっちゃわからんくない？不思議。言っていかなきゃね。私に、私今日そのお役目現場でめちゃめちゃその、いや今までも何度もありますよ、何度もあるんですけど、久々に落ち着いてって言いたくなるようなことがあったんですよ。え、この私に落ち着いてって言いたくなる、言われてしまいそうになるみたいなあのことって多分なかなかないというか、かなりおかしなことですからね。もう困り果てましたよ。ふさんハート、長吉さんありがとう、タラバガニさんありがとう。私こそさ、工藤さん落ち着いてとかさ、落ち着いてって言われる側なのにさ、私が落ち着いてって言わなかったけど言いたくなりましたね今日は。どういうこと？面白すぎるでしょ。お誕生日お祝いするわ。リコチ越えがいるのよここには。だから私が、みんなは私で鼓膜が破れるとかさ言うじゃん。コブコブさん、タラバガニさんありがとう。そう私落ち着いてきたよね、もう冷めちまったぜ。分からん、いや冷めてはないけど落ち着けるようになってきた。うーん、みんなは頑張って、まだこの世には上は、上には上が山ほどいるんだよ。みんなリコチ、リコチ落ち着け落ち着け落ち着けとか言うじゃんコメント。うーん、これ以上がいる信じられる。なかなかの強者がね今日現れました。ライバルだった、かなりライバルだった、負けられないって思った。タラバガニさん、コブコブさんありがとう。だから私負けないからね、負けんから、私は負けないから、うん、客観的に物事を見れる力が上がりましたね。いや分からん、自分で言うのもある、いや変なことだけど、きっと分かったと思う。新聞記者の智也さんありがとう。大人の余裕を感じるだろう。私も大人になったんですよ。 ASMR の距離、私も大人になりました。ASMR のやり方、そう、まあ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 、いろんな人がいますよね。面白い、花肌ですわ。花肌面白い、花肌面白いって言うよね。
とってもみたいな、甚だしいみたいな、どういう意味、甚だはとっても、甚だ疑問だとか、甚だ恐縮、おお、甚だ面白い、好きやか、コブコブさん、ありがとう、ミッキヤくん、大人になったぜ、甚だ哲学大好き、でも哲学の本を読もうとは思わんのよね、人の考えより考えを教わるより、自分の自分の人生でその哲学を見つけていきたいって思うの。え、それな、甚だってさ、マジ使いこなしたらかっこいい日本語、パート1だよね、マジパート1に出てくるよね、パート1に出てくるよね言葉選び上手になりたい、鼻の肌が痒いって、私は人先人たちの答えを知るのもすごいめっちゃいいけど、割と自分の人生で自分のそのこと答えを見つけていきたいって思う。なおさんありがとう、本当に怖い、本当にと音が怖い、なおさんありがとう、エッセイ出そうかな、甚だ遺憾である、ことごとくいいね、ことごとくって何、とってもみたいな、ことごとくたい、なんかいっぱい出てきたみたいな、ことごとく意味残らず、すべてすべてか、ことごとくことごとく、例えばことごとく水を飲む、ことごとく何々をしてくれたのはことごとく誰々だとか、何つぶさに、かっこいい、なっちゃんずさんありがとう、3693、3の倍数ありがとう、海図コンパス、なんだっけ、海図コンパス、なんちゃらかんちゃらないみたいな、開拓者になりたい、なっていきたいよね、ことごとく面白かったですとか、好奇心旺盛、なになになんですってそんな急に止まっちゃった、大丈夫、生き返ってる私、ケンちゃんありがとう、ハート、ヤングさん、クッキー、ウッポさん、ミラボありがとう、みんな固まっちゃった真っ黒画面、暗闇になってた、変顔止まった、ダル、ネギ塩牛タンさんありがとう、ゴルダル、フォーユーさん、ゴルダルありがとう、ねえただいま、あ、やばい、本心が出ちゃった、なんか変顔で止まったよとか半目で止まったよとか、一時報告してこんでええけ、絶対分からん、そんなんで止まってないやろって言いたくなる、ウッポさんミラボありがとう、変顔で止まってたんだ、へえ、変顔って思ったんだね、ひどい、私の普通の顔も変顔って言うんだ、めちゃめちゃ悲しい、傷つく、教育フリマルおバカさん、ネギ塩牛タンさん、待っててくれてありがとう、先に伝えるべき言葉、待っててくれてありがとうね、トリガーさん、フォーユーさん、フォーチ、世界払いの日、いい日やん、キハさん、ネギショギュータさん、バリーさん、フリマロバカさん、フォーユーさん、ありがとう、ゴルダル、ことごとく暗闇、うまい、ケンちゃん、ヨシさん、ありがとう、フォーチ、フォーユーさん、マーシー、コバさん、ただいま、あー、私のこと全部変顔って言うんだ、つらい、コバさん、ノブローさん、ありがとう、コブコブさん、コバさん、ミキヤくん、モビさん、ソラナレさんありがとうそんな泥なんて言わないで、あーひどい、私の普通の顔も変顔って言うんだ、
リコ顔だよね。ね、全部リコ顔だよ。ほんとひどいわ。私のことアイドルはいじっちゃダメだよ。アイドルはいじるな、めでるもの。ひまり29さん、ひでさん、ありがとう。ゴルダル、ほんとプライドは一丁前に高いんだから、怪我さないで。私のプライド、うん、あれって思ったことはもうちょっと溜め込まず吐き出したいと思います。たくさんめでよ。怒られたい、え、怒られたいからそういうことする。え、嫌うよ。怒るとかの以前に嫌いますよ。けんちゃん、ハートありがとう。もう嫌いになっちゃうから。ほんと、それでもいいの。マルトムちゃん、ありがとう。ゴルダル、戦うよ。私はアイドル大好きさ、コバさん、マルトムちゃん、コブコブさん、ありがとう。ゴルダル、ありがとう。ごくり。そんな覚悟を決めないで。アイドル大好きさ、コンコ、ゴルダル、ありがとう。そう、私は今までちょっと自分なんか溜め込みすぎた。今日も溜め込んだ、めちゃめちゃ。コブコブさん、ミキヤくん、ありがとう。ほら、参考、こう、降参して、降参、おり降参。あー、偉い、おもろいやん。だから今日ここで発散してるのかもしれない。お役目で結構溜め込んだせいでここで発散してるのかもしれん。ごめん。みんな八つ当たりしてごめん。本当はそんなんじゃないのに。私本当に、けんちゃん、ありがとう。ちょっと辛い、みんなのことそんな発散現場にしたくないのに。ありがとう。もうさ、私の本当にさ理性がなかったらさ、本当に今日一つ、え、私って優しすぎると思うわ。本当にもう自分で言うのもあれだけど、私が優しくなかったら多分全てに対してうるせえって言ってると思う。マジこれで うるさいですとか、あ、ごめんなさいみたいな、無視とかじゃない、うるせえってもう言っちゃうかと思った。本当にマジで危なかった。ちゃんとに心に優しい生き物がいてよかった。コブコブさん、カズさん、お疲れ、ありがとう。本当にもう私褒め、私のこと褒めてほしい。本当にコンコン、ありがとう。え、ちょっと待って、アイラブユータワーじゃん。確かに嵐はかまどと喜ぶね。無視してみようかな。でもさ、そんなことできないよ。そんなお仕事のお相手さん、嘘やん、なんでタワー投げたの。それで怒るやつ、タワー、タワーなんで投げたんですか。何タワーですか。機嫌を損ねてしまってごめんタワーですか。うん、あ、200回も見に来てくれた、ありがとう。思ったこと言ってもいい。私本当に言おうかな。うるせえ。はい、そうです、ありがとう。そんな、私は現金のやつじゃないから。機嫌を損ねたわ、許してたわ。いや、許すよ、ご機嫌取りたわ。まあ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 。そんなんでご機嫌は取れんけど、まあ誠意は感じました。誠意は受け取りました。うん、ウケる。何なんだろうね。いやー、ほんと、でもさ、どこにもさ、いや、ていうかそうだよ、分かってるもんね。いや、分かりきったことだよ、うるさいのは。そう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 、え、むずすぎるでしょ。けんちゃん、ありがとう、ハート。ちょっとさ、マルルに連絡しよう。
口痛くなるよね。今日は疲れました。ゆっくり休もうと思います。まだまだ配信するけどね。エイトールさんありがとう。今冷静になってなんか今日のことを一つずつ思い出していってたんですよ。こうやって配信で、だって私配信始めた時も死んでたもん。ありがとうございますみたいな。金ちゃんありがとう。え、コンコンはちょっとまたお礼させて、ね、やばいね。タワーのお礼は絶対にするから待ってて。ワタヤンさん、バリーさん、コルダラありがとう。もう本当に疲れた。もうどうしたらいい。本当に疲れちゃった。今日は今日ばっかりは言わせて。マジ疲れた。うん、いい人ばっかりやってたら、え、落ち着いて、え、なんかさ配信で発散できてて、いマジで実は普通に泣いてて今日。あれは悲しみで泣いてたけど、今みんなと話して元気になってきたらなんかもう怒りとかなんか何おかしくなってきた。なんか怒りも湧いてくるし、なおかしいみたいな、面白いみたいな感じにもなってきた。キハさん、ケンちゃんありがとう。はあ、はあ、クソデカため息。もう私偉かったよ。感情忙しい、本当に忙しい。はあ、発散させてください。はあ、これはもうフリー素材として使ってほしい。スーデスさん、これだらありがとう。もうみんな受け止めて私のクソデカため息。いくよ。はい。え、でしょ、1回目の配信の時めっちゃへこんでたでしょ。はあ、うん、瞳のうるうるとかも正解。カズさん、いいねありがとう。あー今普通に落ち着いてきて、え、ま、待って、まだ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 受け止めて、いくよ。はあ、はあ、まだいける。ガチため息。あーでもほんと、え、わだかまりがどんどん出てきてる。ズーデスさん、ゴルダラありがとう。怒ってる。ケンちゃんありがとう、ハート。まだまだ出てくるんだけど、え、今日出したかった全てのため息が今出てるかも。やばい、毒素まみれここ。はい、みんなついてきて、受け止めた。あー、すごい、でもめっちゃ楽になってきた。みきやくんハート、たけさんありがとう、ハート。マジでストレス発散。
ケンさん、ミキヤくん、ありがとう。福ちゃんちゴルダラありがとう。マジで毒素しか出てこないんだけど。はあ、本当にもう割と耳に届きづらい周波数で今叫んでみたんだけど、どうだった？耳に来た？誰もアイドルって信じられない。信じなくていいよ。いやー、今のも割と耳には届きづらい周波数で叫んでみたけど、どう？これはでも届くな。あ、これは届きづらいと思う。あ、これは絶対に届かないよ。耳に全然痛くない。耳は絶対痛くないよ。もっと耳は痛いのがギャーみたいな感じだけど、今のは今いいでしょ。みんなのことも考えて叫びますから、いくよ。モスキートムじゃないんよ。待って待って、めっちゃおもろい。レモン博士さんありがとう。いくよ。金切り声、うん、こういうのは良くない。発狂配信。ねえ、みんなどんな気分で聞いてるの？え、でもめっちゃすっきりしてきた。レモン博士さん、福ちゃんちありがとう。え、めっちゃご乱心だよ。もうどんだけ今日さ、私が本当に、もういつかまた話します、これに関して。いくなんで課長班以外やめてよって読む。課長班以外、カバンの中に向かって絶対気持ちいいね。おじさんに聞こえない周波数めっちゃおもろいんだけど、そんなんじゃないです、絶対聞くよね。え、確かにクーカーってありかです。もう確かにあれも聞こえる。モスキート音じゃない、大丈夫？みんなのことさ、そんな絶対聞こえてるでしょ。今入ったからよくわからないけど大変だったんじゃねと推測。ありがとう、本当にありがとう。理解してもらえるだけで本当に。食われます。どう、聞こえた？カズさんいいね、ありがとう。ふう、いや本当に今日はもうニキビが多分爆発するぐらいストレスを受けたと思う。ゴルダルありがとう。福ちゃんちもマーシーもありがとう。ゴルダル、クジラの歌ってこんな感じなん？何、チャクラ解放って何？うん、でもこのみんなに聞いてもらってニキビできないと思う。大丈夫。マトリョシカさんありがとう、ハート。はあ、すっきりこち配信。またよしかさん、ハートありがとう。ブー
だよ今のは。今のが正しいよ、変顔っていうの。マジでみんな本当にありがとう、私をマジで救ってくれてる。私が明日ニキビができないよ、みんなのおかげで。絶対ニキビができない、このみんなが聞いてくれたおかげでね。ユッキーさんありがとう。そうね、なんだろう、まあでもとりあえずもうね発狂するしかない。際にバカ野郎って書いてください。わかった。バカ野郎って書いて、バカ野郎、はい、ありがとうございます。できるわけないだろう。いつもありがとうな、いつもありがとう。それでは送ります。みーちゃんハートありがとう。パークこれだらありがとう。声入り、まさかの声入り。おお、ありがとうございます。飛んできてくれて、え、希望？マジで？バカ野郎声も入れるの？バカ野郎バカ野郎、はいどうぞ、ありがとうございます。本当にこれでいいの？うずちっす、ありがとう。手動？ありがとうございます。私はあなたにはなれない、なれない。やっほーみんな、うずちっさんありがとう。ハート飛んできてくれてありがとう。飛んで火にいる夏の虫ことみんな見に来てくれてありがとう。あとよしかさん、ふくちゃんち、うずちっさんありがとう。唾液チェキです。どうぞ。むすじさん、あれ間違えた。こぶこぶさんありがとう。うっぽさんありがとう。とにかくめっちゃ話して、私は何が言いたかったかって言ったら、疲れたって言いたかったんだ。疲れたとうるせえって言いたかったんだと思う。で、疲れたうるせえって言ってため息をつきたかったんだよ。みんなありがとう。私このままだったら本当にもうブツ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 。おでこにできるニキビってストレスが原因らしいよ。だからおでこにいっぱいニキビができる予定だったと思う。でもみんなのおかげで免れた。マトリョシカさん、コチカ、ソソスさん、パウクありがとう。フクちゃんちありがとう。クックさんありがとう。ケイさんありがとう。だいまありがとう。ああ自分の気持ちに正直になるってすがすがしい。私この言葉がすごい好き。カブカブさん、ハルルンさんありがとう。うん、貴重なおでこ、最近治ってきたのにって、治ってきたんだ、嬉しい。はあ、私ね、あかりちゃんさんが本当に大好き。はあ、おごさん、ガチョさん、昼寝、ゆめみのすけさん、ありがとう。にぎやがさん、
膝にヤガさんだった。ありがとうハート。鼓膜が破れかけた。嘘つくなー。それだったら本当に私訴えられるじゃん。リコチの配信を見てたせいで。 KY1956 さんありがとう。でもね本当ぶっ飛んで、でも本当に良かった、みんながここにいてくれて。なんか今日はゆっくり眠れそうだし、なんか今まで結構モヤモヤしてきたことが全部吹き飛んだ気がする。山井ちゃんありがとう。ふうさんありがとう。鼓膜やばい、絶対大丈夫だよ。カラスさんありがとう。あーめっちゃすっきりした。やっぱ持つべきものは配信の友、みんなだよ。KY さんありがとう。だってさ、みんなの大好きな私が傷つくなんてみんなは最悪じゃん。最悪な気持ちになるでしょ。めっちゃ元気じゃん。みんなが大好きな私が傷つくなんてさ、みんなはもう何しやってくれてんだ、俺のリコに何やってくれてんだって今からさ、もうさ軍団になってわーって走ってきてさ、ブン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 ってなるでしょみんな。ケンちゃんハートありがとう。それでしょなあ、でしょみんな、俺のリコに何やってくれてんだ。いつか本当に来てね。助けてお利口さん。さとしさんありがとうハート。あ本当？やっぱそうだよね。そうさらに強くなるんでしょ。プロテインも飲んでさ。ほんとほらでしょ。戦車、単車に万台集まる、やばいじゃん。そうまさに争い起こります。キャー。確かに俺のリコチによくやってくれましたって拍手もするでしょ。そうそう、それと一緒で本当にもうここにいるみんなはもう本当に最高です。一番やりしてくれるの、ビヨーン。あーマジで怖い、心臓止まるよね本当に。やめてほしい、隣の人行き来しないでほしい。ウケる、特急アジサイだって今ウケるんだけど本当によろしくね、みんな私のこと守って。私はあなたにはなれない、なれない。せめて走れ。大丈夫ですか。うん大丈夫、ありがとう。ふうめっちゃすっきりだわ本当に。闇散らかしてもう本当にもう本当に闇散らかす予定だったよ今夜も。でも大丈夫だ、みんなが私の話を聞いてくれね。でもなかったことにしてね、リコチがみんなの間だけでこんなこともあったんだってしといてください。よいちさんハートありがとう。本当でも生きること疲れちゃったよ。ケンちゃんハートありがとうって思ってたけど、ちょっと今日でまたなんかやる気が出てきた。
トリョシカさん、ヒガモンさん、ありがとう。マジですっきり、すっきりこっちね。明日から気持ち切り替えて頑張ろう、みんな一緒に頑張ろうね。本当にみんなとなら頑張れる気がする。カズさんファイト、ありがとう。ふわ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 。しかもさ、ヨーグルトもいっぱいいっぱいさ、お土産としていっぱい買えた。いっぱい。だから生きる希望が湧くよ。まず2号。みんなは夜ご飯何食べた？え、ガチで教えて。みんなって何食べて生きてるの？私はヨーグルトだけど。私はあなたにはなれない、なれない。え、えらい。そう、いっぱい書いた。チャーハン作ったら偉くない？え、納豆かけご飯、本当にそれだけ？パスタ、煮込みハンバーグ、天丼、キャベツ、え、本当にそれだけ？うさぎ、何、ミート、オムライスとカレーとハンバーグ、めっちゃ食べてる。焼きそば、メロン、それだけ？サバの塩焼き、うま、ラーメン、ハンバーグ丼、白滝、え、それだけ？冷麦、ヨーグルトはそう早めだよ。ハンバーグ、なんかハンバーグ多くない？ハンバーグ率高いね今夜。なんで、なんで今日ハンバーグだったの？カレー鍋、ラブ、一番好きなんだけど、カレー鍋とか鯛めし、鯛だし、うんま、鯛尽くしだね。なんで、あら、 CD 代消えたから。何、つゆ食べてる、何、カス食べてる、何食べてる。コロッケとメンチ、キャベツをする、あ、いいじゃん。揚げ物いいね。まだ食べてない。え、じゃあこれから何食べ、親子丼食べて、思い出すの、え、さっき食べたものを覚え出せないの？なんだと、豚肉をなんとか消化しないといけない。そろそろ危険な感じのする。大丈夫だよ絶対。そう、アイコ、コナンのやつ、そう、かすみ、かすみって何？あー、チキンカツとチーズヨーリンチ、私も食べたい。ハンバーグ食べて、やばい、お昼ハンバーグだった。え、ハンバーグ多ない？ハンバーグ率高ない？コロッケ、五目ご飯と野菜、えらい、えらいよ。ご飯まだ、これからか。カツ丼、肉まん食べる。なんなら食ったのか食ってないのかも思い出せない。末期じゃん。みょう、あ、ジョナ、ジョナゴールドってこと？ハンバーグ、あ、そういうことか、ジョナってところ。え、これって恋愛ソング？私はあなたには。コロッケ食べやすい、え、よかったね、この話して。え、割とコロッケとかハンバーグ多いね。歌うまいなんて言ってくれて嬉しい。やったん、ジョナさん、ジョナさんか。ハンバーグいいね。でも分かる、ハンバーグって最高だよね。速攻元気を飲もうって、やばいじゃん、追い込まれてる？もしかして。買い物袋に入ったままでした。やばいじゃん。よかったね、気づいて。私も。食べるか。ハンバーグ。ハンバーグ。キャンバーグ比較的簡単。もうそっか、今日なんか差し入れであったサンドイッチにコロッケが挟まってあって、それがめっちゃ美味しそうだった。ねえ、メール送ろう。
ハンバーグ師匠になりたい。私もなれる。あ、マイセン。マイセンのさ、あのカツサンドうまいよな。くれんぼ中さんありがとう。福ちゃんちもありがとう。え、ピロクルさんタコありがとう。ありがとうタコいっぱい歩いてた。みやみやみや、カズさんありがとうありがとう。え、お役目で。ああそっか、明日からお役目の人が いるのか。元気になろう。カズさんありがとうありがとう。福ちゃんアドバンスさんありがとう。よかったよ、元気に。元気じゃないとね。コバさん、ゴルダラありがとう。私もみんなと話して元気になれた。やっぱウィンウィンな関係ですな。あまり溜め込まないように。ありがとう、嬉しいわ。福ボスっていうん、福キャプやなく。え、可愛いよねあの写真。よくありがとう。亀子さんよく捉えてくれたよね、天才だと思う。
膝にやがさん、春やばい、春眠なめきちさん、ありがとう。これだる、もろ、名前の癖二人とも強くない、あくさん、そういったあんさん、ありがとう。にこり、あと2通もう送っちゃおうかな。おやすちーって、かゆ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 、私って忙しいね。みきやくん、リョッピーリリリさん、コンコン、ありがとう。え、クセ強ラジオネーム考えようや。いいね、その企画。はぁって読みたくなるようなやつ考えようや。コンコン、ありがとう。バナナの皮で滑って転げてじゃんけんポンさん、ラジオネームバナナの皮で滑って転んでじゃんけんポンさんからいただきました。ありがとうございます。最近夜寝つけません、どうしたらいいですか真剣な悩み。ゆうくん、ありがとう。ゴルダル今ぜ名前大ふざけしてんのにさ、めっちゃ悩み真剣。ゆうくん、ありがとう。最悪な名前すぎんだろバナナの皮で滑って転んでじゃんけんポンさん、ありがとうございます相談が入ってこいよね、こんなんおかしな名前じゃん。今無音で聞いてますさん、ありがとうございます。無理やん、ラジオで。もうおかしいやろ。のぶーさん、ありがとう。これだる、あ、明日最終日の配信はどんな感じ。え、でも1時間はできればいいなって思ってます。コンコンさん、ケイケイさん、ありがとう。レディオネームの時に送られてくるかも、やばい。確かに全然いいけど。ロムさん、ありがとう。読みたいな。はい、本日のラジオ DJ は工藤理子です。それでは読ませていただきます。ラジオネーム、あ、レディオネーム、バナナの皮で滑って転んでじゃんけんポンさん、ありがとうございます。最近夜寝つけません、どうしたらいいでしょうか。ドゥ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  DJ、 もう無理でしょ、読めない。そっか、ゴルダライベント最終日、どんな気持ちで迎えたらいいんでしょう。明日、ユウさん、コブコブさん、ロムさん、ケイケイさん、ありがとう。夜はできます、多分22時までの配信できます。エルさん、リュウさん、ありがとう。コブコブさんもありがとう。ロムさん、ケイケイさん、ケイケイさんだった、ありがとう。6通まで送っちゃったね。終了時間が21時59分ってことだけは忘れないでいいよね。マシャさん、エルさん、ありがとう。トトロさんもありがとう。福ちゃんち、ありがとう。あー、もうほんとすっきりしました。明日からも生きていけるわ。そうなんだね。楽しみにしてて。ハーマンさん、ありがとう。もう
カラオケとかはできないかもしれない。どうしたらいい？そういう時って。ありがとう。みんなが読みたくなるようななんかメール頑張りたいけどね。すごいね。もう戦いがすごい。大好きな人。ゲル！大好きじゃなく大好きってことね。やばいじゃん。ハーマンさんありがとう。バイトで台を拭くのを失敗しまくっていて、よく食器終わったりしています。本当にどうしたらいいですか。真剣に悩んでいます。めっちゃもろい。もう離席なんてできません。てか本当にミニマリストになりたいんだよね私。お風呂で鼻歌歌うの結構から鼻歌歌いまくろ。もう私今日どんぐらい配信してたんだろう。本当はこんな配信すると思ってなかったからさ、やっぱすっきりできてよかった。みんなが話聞いてくれたからだよ。じゃあ今からお風呂に入ろうかな。癒しタイム。みんな明日も楽しもうね。チェリーさんありがとう。ハート39位から終わり。終わるの早いわ。いつでも聞いてくれてありがとう。あっという間に終わって寂しいな。あ、断捨離した。すっきりした。ウェイ。しんいちさん、チェリーさん、アジポンさん、これだらありがとう。またいつでも言ってね。ハグ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 エアハグありがとう。じゃあ39位からQさん、パウくん、オリちゃん、マリュ、ボテさん、マサさん、ハンターさん、ロメさん、ソニチ、ヒガナオさん、マーシー、パクチンさん、日向坂46さん、ピーさん、間違えた、ピースさん、かわいい、ヨウくん、タラバガニさん、トトラさん、マルトモちゃん、フリマロバカさん、今めっちゃ落ち着きない子だった、ボヤッキーさん、フリマロバカさん、ボヤッキーさん、いっちゃん、ホーチ、サンソンさん、ナベナベ所長、え、午後の紅茶の日か、めっちゃいいじゃん、ナベナベ所長、スノー、ハンニバルさん、ズーデスさん、ハレルンさん、カズさん、サム、ピルクルさん、福ちゃん、ちにぎしゅう牛タンさん、そして本日の秋元先生枠はフォーユー先生です。ありがとうございます。コブ、間違えた、コバさん、コブコブさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はウッポさんでした。ウッポさん、ありがとうございます。ありがとう。第2位はバリーさんでした。バリーさん、ありがとうございます。そして第1位はコンコンでした。コンコン、タワー、ありがとうございました。ありがとう。健やかに行こう。バリーさんありがとう。とお疲れ。こちらこそありがとう。カズさん、回復薬ありがとう。気分すっきり、めっちゃすっきり。配信見てくれてありがとう。ミキア君もありがとう。めちゃめちゃ見てくれてありがとう。福ちゃんちお疲れありがとう。ハリもお疲れありがとう。バリーさん、ゴルダルありがとう。今来たばかり、やばいじゃん。ハルルンさん、お疲れありがとう。バリーさん、ゴルダル、ヤシさん、ゴルダル、ありがとう。じゃあ皆さん、今日は私のこと健やかにしてくれてありがとうございました。ヤシさん、フォーユーさん、バリーさん、ゴルダルありがとう。ピースさんもゴルダルありがとう。じゃあ今夜も健やかに眠りましょう。それではいきますよ、せーの、えいえい、おーヤスチー。みんな健やかに。フォーユーさん、バリーさん、ありがとう。え、塩つまみながら日本酒、めっちゃ健やかやん。お健やかやな。アジポンさん、てっちょん、たけいさん、バリーさん、しばさん、バリーさん、ありがとう。じゃあまた明日。明日はノンアラです。ありがとうございます。じゃあねバイバイ。見てくれてありがとう。 NRR00223 バリーさん、フォーユーさん、